よっこいしょ、どうも TBS アナウンサーのうなえりさです。今回もバイオハザード7続きをプレイしてまいります。さあ、扉を開けても開けてもなかなか外に出られない E さんなわけですけれども、次こそこの屋敷から脱出することができるのか、引き続きプレイしてまいります。ここはメインホールに使う、メインホールから出るためのレリーフですね。もうなんちゅう家だ、ほんとボロやかと思いきや豪邸で、ここに3つのレリーフが必要なんで、まず1つ、はい、はめました。なんかくちゃくちゃ音が鳴ってる。おっと、なんかヤバそうなのが、ヤバそうなのが生まれ、浮かしたやばい、なんかやばそうなのが卵から孵化しました。どうやらやばい、やばいやばい生き物の巣がこの地下に。で、あそこ確か出らんないんだよ。ああ、よう。さあ、見てください。落ち着かないものが。落っかない、見てください、これ。これ人なのか何なのかわからない。モールデッドと呼ばれる。しかし、ここは安全地帯。じゃあ、ここから脱出するために、ちょっと地下に行きます。とっとと出たい、とっとと出たい、こんなに場所からとっとと出たい、とっとと出たい、こんな場所からとっとと出たい、とっとと出たい、アイテムは欲しいけどとっとと出たい、とっとと出たい、とっとと、とっとと、とっとと出たい、とっとと出たい、とっとと出たい、アイテムは欲しいけどとっとと出たい、アイテムは欲しいけどとっとと出たい。さあ、モールデッドが大量に発生するこの地下、正直物騒すぎて、見てください、囲まれてます、囲まれてます、やめてー、やめて、私はあなたを今あなたと戦えるほど強い武器を持ってないの、ショットガンすら持ってないの。後ろは見ない、後ろは見ない、現実逃避。さあ、これサソリの鍵を手に入ったので、とっとと出たいと思います、とっとと出たいと思います。さあ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 、あ、ここ違う、ここダメだ、こっちじゃない、まあいいや。あ、どうもごめんなさい、あ、嘘、あー、嘘、渋滞、これはまずい、通して、通してください、あー、あちゃー。ここはもう相手してるとキリないので、とっとといきます。無視、さあ武器を持ってチーズを取って、さあ無視です、無視です、この辺は今は戦えません。とっとと物資を回収したら逃げます。はい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 、むし、はい、いっぱい出てくるけど、むし、そして怖がってきてる。これ一回入っちゃえば消えるんで、ここは安全地帯。
じゃあちょっと行きたくないけど、行きたくないけど上行きます。行きたくないんだけどね。ほらいるんだよ。派手にお出迎えですか。もう少しうまくやらんとな、イーサン。うまくやってるつもりなんだけどな。もうさ、追われてる時の音怖すぎだよ。追われてる時の音怖すぎじゃない？本当にさ。で、ここで開けられるから、開けて、さあここにショットガンの、壊れたショットガン、はアイテムできるだけ回収しとく。おーっと、ベイカーが来るぞ。ジャック・ベイカーが来るぞ。ビデオテープ見や。さあ負けん、あ、待って、え、持てない、そんな、捨てたいわ。見るか。ではここで今手に入れたビデオテープ見ます。イーサン please watch this。 イーサンこれを見て。ミヤからのビデオですね。イーサン、もしこれを見たら、もう私が何を言っても信じてもらえないだろうけど、あんなことがあったし、ひどいことをした。でもこれだけは信じて、あれは私じゃないの。何が起きたのかはわからないけど、伝えたいことがたくさんあるのよ。そこにいたのかい。肝を冷やしたじゃないか、お嬢ちゃん。さあ、ミヤにもいろんな事情があると。また捕まるわけにはいかない。逃げます。おばあちゃんから逃げます。走ります。これ見つかったら、見つかったら大変なことになっちゃうので。ねえママ、こっちだよ。女の子がいる。さあ逃げます。いい加減にしたらどうだい。これ以上あんたの遊びに付き合うのはもううんざりだよ。隠れなきゃ、隠れなきゃ。どうして私を困らせようとするんだい。一体何が気に入らないって言うんだ。家に招き入れてやって食事まで与えた。どうしてこそこそ逃げ回るのだ。いいかい、この力はたっぷりものだよ。ということで、バレないように開かなきゃいけない。あんたは何も分かれないように、マーガレットを開かなきゃいけない。ゾイと何か企んでるんだろ。グルだって分かってるんだよ。兄さんってやつに何をさせる気か知ってるんだよ。ここで戻ろうとすると、マーガレットもう一度こっち見てきちゃうんで、来ないで、お願いだからこっちに来ないで。さあ外に出てきた、出てきた。
に行きます、うん、はい、この隙に、この隙に行きます。これでさっきそこが抜けてたため渡れなかったこっち側に渡れるようになったと。あの子はね、だけどお前を愛してて家族になってほしいって。だけどもだけどまた現れるから。それなのにお前は、お前はおとなしくあの子の力を受け取ればいいんだよ。あの子とは、愛してるのにどうしてそれがわからないのさ。その愛が重いんだよ。私たちを受け入れろ。いや、その愛が重いんだよ。あんたは何一つ分かっちゃいないんだ。しかもそのことにすら気づいて。ダメダメ、そんなの許さない。そうやって関係ないふりしたってダメなんだからね。どこにも逃げられやしないよ、お嬢ちゃん。いや、その愛が重いんだって。これはミアと女の子。どこへ行くつもりだい。ミア、どうなってるんだ。ミア、ごめんね、助けに行けなくて。え、まだ持ってないの。あ、待って、全然持ってないじゃん。持ってないかな。持ってた。あ、これで壊せるじゃん。 OK、 ショットガンの弾。あ、空白ができた。これでちょっとレリーフだけ取りたい。そろそろジャックが来そうだけれども、レリーフだけ取りたい。 OK。さあ、これで2個目、あと1個、あと1個は地下室にあるんですけど、じゃあ一番憂鬱なレリーフを取りに行きます。もう超憂鬱。ここはここ本当トラウマエリア。2体出てきたんだが、聞いてないんだが。え、なんでさ、2発で死なないの。ほんと嫌なんだけど。弾がもったいないのだが。まだ生きてんの。ほんと嫌なんだけど。ああ、もったいない。はい、これで。ああ。出てきた。うわ、クリティカル。やっぱちゃんと頭狙った方がいいね。オッケー。ああ、行きたくない。これ大丈夫かな。まずは一発。オッケー、オッケー、クリティカル。やっぱヘッショだな。ヘッショを心がけよう。一発。生きてた。じゃあ競争だ。おお。よし、ヘッショいきます。元気よく一発。あっ、ヘッショだな。まずいまずいまずい。全員倒す必要ないんだろうけどな。ほら、ガードするな、ガードするな。いった。
玉がもったいない。まあいいだろう。さあ、よいしょ。ということで、ここがこれで開くと。はい、開いた。発見。だけど俺が父親のはずだった。だがあの子はあいつを父親にすると言い出した。そりゃダメだ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 。奴を見つけ出して存分に思い知らせてやる。そのためにはお前の力がいる。はい、またしてもお父さんに邪魔されました。かまってちゃんのお父さん。よし、ではフラグを回収します。さあ、引き落とされたイーサン、ここからはジャックとの、もう逃げられない。うお、いきなり1対1の格闘。うん、リロード。基本的には頭に決めて、おお、一丁前に銃を使い方は分かるのか。撃って本体出たら撃つ。あー、何やってないんだよ。さあ、そしたら、はい、テンソフォール。どうだ、生かすだろう。そうだ坊や、それでいいんだ。こっからは格闘。からの、はい、あー、危ない。あ、切ってカラーエンジンかける。逃げる。怒ってるから逃げる。切る。さあ、からの本物が出てくるから、それを切る。うらー、なあ、頼むから、もう二度と起き上がるな。さあ、これで本当に起き上がらないのか、わからないけれども、撃退しました。おやすみ。はい、ということで、無事、ジャック・ベイカー撃退しましたので、引き続きどのような展開になっていくのか、見ていきたいと思います。この動画がいいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。